ボールをネット際に小さく止めるストップレシーブは、相手の3球目攻撃を防ぐために欠かせないテクニックである。まずは福原の下回転ショートサービスに対するストップを紹介しよう。ミドル前の下回転サービスに対して、台の中に足を踏み込み、肘にゆとりのある状態でインパクト。続いて右横回転ショートサービスに対するストップをワンナンのプレーから見ていこう。ミドル前の右横回転サービスに対してラケット角度を大きく開いて打球準備、そして絶妙なタッチでストップ。ストップを予想していなかったリー・シャオシャは対応が遅れた。そこをワンナンは見逃さず、バックハンドドライブで得点に結びつけている。次はクオイアンのストップレシーブだ。フォア前の右横下回転サービスに対してラケットの先端を上げ、速い打球点を捉えて回転を抑え込むようにストップ。見事なストップで相手の3球目攻撃を防ぎ、得点に結びつけている。これらのプレーのようにいろいろな回転のサービスに対するストップの精度を高めることが、これからの卓球を勝ち抜くために欠かせないテクニックである。ストップは相手の攻撃を防ぐ効果に優れている一方で、サービスの回転を読み間違えると相手に決定的なチャンスを与えてしまう危険性もはらんでいる。そこでここからはストップが甘くなってしまった時の対処方法をトップ選手たちのプレーから学んでいこう。ファン・イーニンはクオユエの左横回転ショートサービスに対してストップを浮かせてしまった。しかしツァン・イーニンはレシーブ後に素早く台から距離を取り、見事なブロックと粘りのあるラリーでポイントしている。一方、このラリーではツァン・イーニンのストップがやや長くなってしまった。しかしクオユエが打球点を落としてつないできたのを見逃さず、カウンターで攻撃して得点に結びつけている。このように瞬時の判断が大切である。このラリーではクオユエがストップのミスを見事なブロックでカバーしている。ここではクオユエはストップをフリックで狙い撃たれた。しかしそのフリックを予測し、高い打球点を捉えたカウンターで狙い撃っている。
ここからは男子のストップレシーブを見ていこう。レシーブが長くなると一発で得点される可能性の高い男子の試合では、女子の試合以上にレシーブでストップを使うことが多くなる。世界一を決める大舞台でトップ選手たちが見せてくれる世界基準のストップレシーブを紹介しよう。最初は水谷の逆横回転サービスに対するストップだ。ミドル前の逆横回転ショートサービスに対して、ラケットを台に対してほぼ垂直に立て、ボールの左側面をインパクト。回転を抑え込むようなストップで、4球目の台上攻撃につなげている。ここでは、ストップする時の足の動きを水谷から学んでいこう。ミドル前のサービスに対して左足を大きく台の中に踏み込み、フリックするようなラケット角度からストップ。すぐさま左足を蹴って平行足に戻し、相手のダブルストップに対して再び左足を大きく踏み込み、フリックで得点している。台上の先手争いを制するためには、素早い足の踏み込みと戻りが欠かせないことを物語るプレーだ。続いてサムソノフの柔らかいタッチが感じられるストップを紹介しよう。マリンの右横回転ショートサービスに対して、ボールの右側面を捉え、フォア前のサイドを切るような厳しいコースにストップをコントロールしている。これはボルの右横回転ショートサービスに対するバックハンドでのストップ。このプレーのようにフォアハンドだけでなくバックハンドでも正確にストップできると、レシーブのバリエーションが広がる。シェイクハンドの選手は両ハンドでのストップをマスターしよう。続いてナックル性ショートサービスに対してストップするテクニックをユスンミンから学ぼう。フォア前のナックル性サービスに対してラケットの打球面を立てて近づき、ラケットを上から下に動かしてインパクト。こうしてナックル性のボールを低く短くレシーブしてラリーの主導権を握っている。これはミドル前の右横回転サービスに対するワンハオのストップ。手首をリラックスさせてバウンド直後を捉えた鮮やかなストップである。続いてマリンのラケットさばきが光るストップを2つ紹介しよう。はじめに右横回転ショートサービスに対するストップ。サービスの回転にラケット角度を合わせるようにラケットを小さく左側に動かして短くコントロールしている。こちらは
逆横回転ショートサービスに対するストップだ。ミドル前に来た逆横回転サービスに対してラケットをほぼ垂直に立て、フォアサイドにコントロールするためラケットを右方向にスライドさせている。次はストックに強く下回転をかけるテクニックを紹介しよう。まず強い下回転のかかったユスンミンのストップだ。ボールに近づく時のラケット角度やボールの底を瞬間的にえぐるようにタッチしている点を参考にしよう。ハオサイもストップに強く下回転をかけて相手のネットミスを誘っている。フォア前のナックル性サービスに対してラケットを上から切り下ろすようにワンタッチでスイングしている。これまで紹介してきたようにサーバーはストップを防いで3球目で攻撃できるように横回転系やナックル系のサービスを中心に組み立ててくることが多い。あらゆる回転のショートサービスに対して正確にストップできる。トップの下回転量に変化をつけられること。そして相手のダブルストップやフリックを4球目で狙えるようにストップからの展開に強くなること。これらのポイントに注目してストップレシーブを磨くことが現代卓球を勝ち抜いていくための大きな分岐点になるだろう。